はい、今日はですね、この iPad mini です。はい。この iPad mini なんですけども、発売日にね、iPhone と一緒に購入してたんですけど、ちょっとね、開けるタイミングを逃していたので、今日はですね、これを開けつつ、この M1 チップを搭載していない iPad mini でも、200MB 以上する GFX100S のローデータの写真の編集ですね。これがどれぐらい快適にできるかっていうのを東京タワーの写真の編集を交えながら紹介していきたいかなと思います。購入した iPad はですね、スペースグレーの、Wi-Fi セルラーモデルの256GB ですね。はい。小さいですね。はい。セットアップが完了して、Lightroom のインストールが終わったので、これから写真の編集をね、していきたいかなと思います。編集する写真はですね、この東京タワーの写真なんですけども、これはですね、東京オリンピックの時に撮影した写真です。で、インスタグラムにはね、もう、投稿しているんですが、かなりね、いいねとかももらったので、これの写真の編集のね、仕方を紹介したいかなと思いますので、東京タワーの写真とか撮る方がいましたら、ぜひ参考にしてみてください。はい、それでは編集していきます。まず、Lightroom を開きます。これが元々の東京タワーの写真ですね。GFX100S のローデータの写真です。はい。で、完成の写真が、こちらになります。はい、この写真を編集してこのようにしていきたいと思います。まず最初にプロファイルからやっていきます。まずプロファイルでですね、ここでカメラマッチングを開きますね。カメラマッチングを開きますと GFX100S の、フィルムシミュレーションですねを選択できるので、ここでは、クラシッククロームにしようかな。クロームですね。クラシッククロームにします。次にプリセットを開いて、基本でいいのかな。基本の、クリエイティブ。まあ、ここいろいろあるんですけど、ユーザープリセットとかカラーとかね。まあ、この中でも僕は今回はクリエイティブで、この寒色系のマットを選びます。で、完了ですね。はい。だいたいこれで、ベースが出来上がります。で、ここから微調整していきます。はい。まずはね、ライトからやりますね。まあ、明るさ調整ですね。まあ、これを、ま、大体、少し明るくして、コントラストも少し上げますと。はい。で、ハイライトがちょっと明るいので、下げます。まあ、こんくらいですね。で、シャドウもちょっと下げます。白レベルも少し下げて、黒も少し下げますと。はい。まあ、大体こんな感じですかね。ライトは。はい。次にライトを閉じてカラーを開きます。で、カラーでは、ですね、ちょっとサイドを上げますね。はい。これぐらい上げます。次に効果を開きます。で、効果でテクスチャをもう上げちゃいます。ググッと。はい。で、周辺光量を少し下げます。これ下げると、上げるとも明るくなるんですけど、下げると暗くなります。で、まあ、少し暗くして、周りを暗くして、この東京タワーですね、を目立たせるようにします。はい。次にディティールですね。で、ディティールはシャープだけ編集します。で、シャープもかなり上げて、キリッとした感じにします。はい。で、次に、画角を調整します。はい。で、こちらで、まあ、画角調整できるんですけども、はじめは、まあ、こういう感じでね、東京タワーを中心にして、写真をね、仕上げようと思ったんですけども、まあ、GFX100S で1億画素なので、もうかなりね、近くまで寄れるんですよ、いろいろとこう。で、こうやっていろんなところをね、見ることができて、例えばこの辺のね、車の流れとか、まあ、街の明かりとかね、かなり近くまで、まあ、寄れるんですよね。やはりこれはね、1億画素あるからできることだと思います。で、こうやってね、寄っていったら、ここになんか橋があったんですよ。
こういう感じでね、ここに橋があって、それで、レインボーになってるんですよね。で、これおそらく東京オリンピックの開会式のイベントで、レインボーになってると思うんですよね。ということで、あ、これいいなと思って、で、これを、まあ、中心に捉えたいなと思ったので、まあ、これを中心に捉えるとなると、東京タワーと一緒にすると、もう、こういう風になっちゃうので、なっちゃって、もう街の明かりも、なんかこの辺のね、明かりとかもいろいろあって、橋が目立たなくなっちゃうので、かなり寄ってみることにしました。で、寄ると、まあ、こういう感じですね。で、こういう風に寄って、左下にこの橋を持ってきて、まあ、右側に、東京タワーですね。はい。で、インスタグラムは、4対5か。4対5なので、こういう風にして、こんな感じですね。大体こんな感じの画角にしました。はい。で、こっち側に、橋ですね。で、右側に東京タワーですね。はい。で、これで完了します。はい。それで iPad mini を使ってみての感想なんですが、M1 チップではなく A15 バイオニックチップなんですけども、全然そのもたついたりとか重かったりとかやりにくいなというふうに感じたところはほとんどというかまあ一切ありませんでした。もう M1 チップのように快適に編集することができました。なのでまあ GFX100S のローデータの 200MB の写真っていうのは、他のカメラだと 200MB 行くような写真っていうのはほぼほぼないと思うので、他のね、メーカーさん、ソニーさんとかキャノンさんとかニコンさんとかね、っていうカメラで撮った写真も、問題なく編集できるような気がします。この iPad mini で。はい。はい。あと編集に関してなんですけども、今回はプリセットを利用して、まあベースを作ってから、あとは微調整したくらいなので、そんなにね、こっからこうですね、そんなに細かい編集っていうのはしていないんですけども、こんな感じで、まあ、東京タワーの写真を作ることができるので、まあぜひ、東京タワーを撮る方いましたら参考にしてみてください。はい。で、最後に、この写真を撮った、カメラの設定の話を少ししたいかなと思います。カメラは、まあ、富士フイルムの GFX100S なんですけども、レンズは GF45100mm F4 というレンズで、おそらく 100mm ぐらいまで寄って、かつここまで切り取って、使っています。 GFX100S の1億画素なので、かなり小さく切り取っても全然写真としてね、画質、画素が劣化しないというような感じの写真を、作ることができます。カメラの設定は F11、シャッタースピード30秒、ISO100 です。で、ISO100 にして、まあ、画質をなるべく綺麗にして、F11 にして、光がね、キラキラするようにしてみました。はい。で、これの他に、ですね、F32 かな ?F32 まで、このレンズを絞れるんですけども、それで撮ってみた写真もあったんですが、そっちの方がね、この光の部分がもう少しこう、とんがって、綺麗に光っているんですけど、ですね、なんかこの、いろんな色が青とか紫とか赤とかオレンジとかこうあるんですが、あまり絞りすぎると、その光がね、かなり輝きすぎて、色がね、消えちゃうんですよね。で、まあもちろん一個ずつ編集して色味をね、つけていくっていうことはできるんですが、まあその辺ちょっとね、手間というか、面倒な部分もあったので、今回は F11 のものの写真を使ってみました。はい。そんな感じですかね。はい。ということで、まあ、ぜひね、参考にしてみてくれたら嬉しいです。